はい、こんにちは、ウルポローです。今回は夏着物の代表格である羊と紗の織の違いをこちらのルーペで一緒に見ていきましょう。私のチャンネルでは着物ライフがもっと楽しくなる情報をお届けしています。着物が好きな方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは早速見ていきたいと思います。こちらが羊ですね。羊の羽織です。こちらは以前アイディネットさんで購入しました河川の羊の羽織です。めっちゃ綺麗ですよね。この透け感がすっごいたまらないです。はい、こちらルーペを使って見ていきましょう。次はこちらの紗の羽織です。こちらもアイディネットさんで購入しましたポリエステルの紗の羽織。こちらの生地のアップもちょっとね全体見ていただくとこんな感じですね。はい、こちらもルーペで見ていきましょう。どうでしょうか。このね、羊の織り方の方はこの横に線がシャーとこう走ってるような織り方でした。でこちらのシャーの織り方は結構ね全体的にこう透け感のある、定期的にこの透け感が空いてるような織り方でした。これねルーペで見なくても結構肉眼でもねパッと見ですぐわかるんですよ。ちょっとね動画で映ってるかどうかわからないんですけれども、どうですかね、やっぱ羊の方がねこういう線がシャーシャーシャーと走ってるのがわかりますよね。で紗の方はこういうなんていうんですかね、遠目で見てもこう線が入ってるような感じではないので、お買い物する時も多分羊と紗の違いってどうなんだろうって思われる方いらっしゃると思うんですけれども、私もね最初羊と紗ってなんか全然なんか見た目とか同じなような気がするんだけどどうなんだろうって思ってたんですけど、実際この実物を見てみるともうすぐ分かりますね。こっちが羊、こっちが紗っていう感じですね。でルーペで見るとより一層その違いを感じることができました。でね、せっかくなんでね、今日これをね、羽織ってみたいと思います。よいしょ。これを羽織ると、どんな印象になるのか。よいしょ。こう。スキンと取ってなくてどうなんだって感じなんですけど、めっちゃ可愛い、これ。で次、よいしょ、紗の方も羽織っていきたいと思います。よいしょ。もうこれがねすっごいもう裏側がこういう真っ赤で可愛いんですよ。よいしょ、ほっ、よいしょ、わー綺麗黒に黒の羽織どうなんだって思ったんですけど、よいしょ、黒に黒でも全然この裏側がこの赤じゃないですか。なのでこうニュアンスカラーっていうかこう若干赤が透けてるのがすっごい綺麗じゃないですか。可愛すぎるめっちゃ感動してるんですけど、可愛い。これもしっかりと中の着物の柄が透けていて、うわー可
ということで、ロとシャの折り方をループでご覧になられてどうだったでしょうか。違いが分かりましたかね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。